はい、皆様おはようございます。PD カフェ横浜支店支店長、一枚の、いつもの怪しい手料理の時間になりました。いつもじゃねえな。久しぶりに朝です。これからちょっと味噌汁を作ろうかと思って。今日はね、もう2月の10日なんだけど、賞味期限じゃねえ。賞味期限だっけ？あ、いいな。賞味期限2月8日の豆腐使っちゃう。まさに怪しさの極みでございます。今はね、もうこっちでお湯沸かしてて、当然怪しい手料理なんで、ちゃんとした出汁は取りません。市販の出汁の素を使います。手で持ちながらなんでね、ちょっとやりづらいけど。よいしょよいしょ。まあ適当。ちょっと出汁の素多め。こんな感じかな。ちょっと固まっちゃう。よいしょ。よいしょ。ね、蓋をね、蓋を閉めました。 はい、視聴してくださる皆さんには、このような形で、感謝の気持ちを表します。ありがとうございます。そうじゃないか。はい、次。玉ねぎ刻みます。片手でもしかしたら持ちながらなんでね、ちょっとまさにフリーハンド、曲芸のような切り方。よいしょ。いきます。切れてる。切れるわけ。よし、しょうがねえ、こんなもんだ。ちょっとでかいけど、でかいまんま。ほい。ちょっとカメラの動きが速いか。はい、次、人参さん。これ確かもうピーラーで一回剥いたんだね。ピーラーで剥いてあるから、ただ切るだけ。よいしょ。形切れ。どうしようか。ここでいいか。はい、こんな感じ。これ以上無理かな。とりあえず。ちょこちょこちょこ。ちょっとか。まく切れねえじゃんな。いろいろ事情があって、こんな不器用なことになっておりますが。意外に量が増えましたね。今火を弱くしたよ。これも切っちゃう。ちょっとね、栄養つけて頑張らねえと。へこんでいるわけにはいかね。ちょっとへこんでんないけどさ、ここ数日間へこんでばっかだ。っていうか、冷蔵庫の扉閉め忘れてるし。次、豆腐は、変だな。すげえ真剣。なぜ？
が失敗したら困るから。違うか。誰だって困るじゃん。で、俺どうやって出るんだよ。よかったじゃん。どうやって入れるかちょっと戸惑っちゃって。とりあえず、どうすんだよ。ラップ捨てちゃったし。よかった。一回ちょっとこっちで、こちらさんで、はいよ、洗濯も終わった。まずここに開けた。開けて、こっち持ってきて、よいしょ。手で入れてるし。うわ、すっげえ、ちょっと山盛りパイにしたわ。はい。すごいことになった。どうしようかな。なんかしにくいとアクが出てるよ。だってこの間おたま溶かしちゃってね。おたまちゃんがないんで、味付けは、大幅変更で味噌ちょっと心細いんで、お醤油味にします。すましってわけじゃねえな。出汁入って大丈夫。ちょっとここで味見。全然足りねえ。てかだいぶ冷めたね、やっぱな。ちょこ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 。あ、これならいいかもしれない。アクを取っちゃう。グラグラ入れてるし。まあ実はね、ちょっと前までちょっと怪我をして入院しちゃってたんだけど。あろうことが若い女の子に一目惚れしちゃってさ。まあ、こんなだからその、面と向かってそんなこと言えるわけねえし。みっともねえ話だと非常に思っておりますので。すが、おバカさんですねえと思う今日この頃でございます。まあね、ちょっと今日、今、仕事が、正直ちょっと、ないんで、本日ちょっと面接に行ってまいりますんでね、してみました。まあ、なんだ。その子の前に、堂々と、立てるような人間になって戻ってきたいなと、思う今日、この頃の、PD カフェ横浜支店支店長 HY の怪しい手料理でございました。まだできませんが、もうここまで来ればゴールは見えているので、完成後私はゆっくり朝ごはんにしたいと思います。はい、皆様、ご視聴ありがとうございます。ズン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 。ちょっと違うか。はい、皆様感謝でございます。お礼の印を移しつつ、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。